はい、どうもデルです。さて今回はですね、先ほどまでですねバトルオブ東京ジュニアエグザイル VS ネオエグザイル緊急生配信というものが行われておりまして、皆さんご覧になられましたでしょうか。まだ見てないよという方いらっしゃいましたら概要欄にねアーカイブのリンク貼っておきますので、ぜひとも見てください。これ見る見ないでは全然ね、楽しみ方だったりとかバトルオブ東京の世界観の理解度っていうものが全然変わってくると思うので、ぜひともね見ていただけたらなというふうに思いますし、特にねバトルオブ東京の世界観わかんないとか、今回ね初めてライブ行くよ、バトルオブ東京のライブ行くよっていう方はぜひともね見ていただくことをおすすめいたします。私ですねバトルオブ東京2019年からずっとですねライブは観戦をねさせていただいておりました。正直ごめんなさい、小説はね読めてないというか全部買ってるんですよ。小説ね5巻ね全部買ってて、僕のね iPhone の中に入っているんですけれども、1巻をね冒頭読み進めたぐらいで終わってるって感じなんですよね。とはいえ今までねバトルオブ東京の世界に触れてきたので、なんとなくのストーリーだったりとか、なんとなくの用語だったりとか、なんとなくの世界観っていうものは、把握をした上で今回のね生配信を見させていただいたんですけれども、頭がパンクしそうです。今にも本当に情報量が、満載でした。今回の見どころ、この生配信の見どころっていうのは大きく分けて3つあったかなというふうに思います。まず一つ目がこれまでのバトルオブ東京を振り返ろうっていうところですよね。今までどんなライブが行われて、どんなストーリーラインがあって、どんな戦いがあって、今に行き着いているのかっていう、このバトルオブ東京の歴史っていうものを振り返ることができた生配信だったかなというふうに思います。そして二つ目、ここが結構重要で、なぜジュニアエグザイルとネオエグザイルが戦うことになるのか、ここの設定だったりとか舞台だったりとか、そういうね細かいところがですね解説されて理由付けされたんじゃないかななんていうふうに思います。これをね知ってる知ってないでは本当にこうライブの楽しみ方っていうものが大きく差がね出てくると思うので、なんでねジュニアエグザイルとネオエグザイルが戦うのっていうところにハテナが浮かんでしまうというね、バトルオブ東京の世界観で戦うことにね。なのでこれはねぜひともね見て知っていただきたいななんていうふうに思います。で最後の3つ目が情報解禁というところでね、見どころとしてね挙げるならばこの3つかなというふうにね思いますけれども、さてここからこのトークでは何をお話ししていくかというと、今回の生配信でもすごく大事なところであったジュニアエグザイルとネオエグザイルがなぜ戦うのかっていうね、この今回の生配信でもすごく大事なところっていうのを、皆様にも分かりやすくちょっとね噛み砕いてお話をしていこうかなというふうに思います。僕もね1回しか生配信見てないんで、理解を深めるためにも情報をねおさらいしていきたいなというふうに思いますのでお付き合いください。それが1点と2点目、情報解禁についてちょっとねお話をしていきたいなというふうに思います。それではまずジュニアエグザイルとネオエグザイルがなぜ戦うことになったのか、ここですよね。これが一番大きな設定ですよね。これを理解してるとしてないとではね大きな差があるっていうことなので、理解をね深めていきたいなというふうに思いますけれども、今回のジュニアエグザイル VS ネオエグザイルの舞台がどこかっていうと、多元在っていう場所らしいです。今までは超東京を舞台にバトルを広げていたわけなんですけれどもね、ジュニアエグザイルたちが、今回は多元在であるということです。これ多元在っていうのは確かね5巻のラストで、シャーロック片寄涼太くんが扉を開いたんですよね。ファイナルファクト5つ揃えたことによって扉が開いて多元在をなんかこう行き来できるようになったみたいなことだと思うんですけれども、その多元在でジュニアエグザイルとネオエグザイルがバトルをすると。でこれね、なんでバトルが必要なのかっていうと、新しい混沌の書っていうものが必要なんですよね。要は超東京っていうのは拡張されていっているっていうことらしいんですよ。でその拡張された世界でも混沌の書が必要なので、混沌を起こして新たな、混沌の書を生み出す必要がある、いろんなね、バトルを記す必要がある、歴史を記す必要があるということなので、ジュニアエグザイルとネオエグザイルがバトルをしなければならないということなんですね。で今回はそのね新しい混沌の書、要はファイナルファクトではなくてファーストファクトを作るために、多現在での戦いが必要だと。
で、それが今回のライブだよってみんなで作り上げましょうね、ファーストファクトをということだと思います。まあこれね、まあいろいろね端折ってね、今こうやってね要約してるんですけれども、まあわかんないよね。要はまあうん、ジュニアグザイルとネオエグザイルがバトって、ファーストファクトっていう新しいコントのショーを作り出そう、新しい世界をね、拡張していこうっていうことなんだと思います。でこれね、まあ、考えられる可能性っていうのが、新しい混沌の書が生まれることによって、それがね超東京に持ち帰られることによって、超東京も拡張して、ネオエグザイルの、まあ、いわゆる要はねザランページでいうラウディ将軍みたいなものが、ウルハールハーモニーでいう何々何々みたいなものが生まれる可能性がある、こういうことなんだと思います。なので今回は多分おそらくネオエグザイルに関してはもうそのままウルハウルハーモニー、キッドフェノメロン、リルリーグ、ザ・ジェトベバンガーズっていう感じで出てくるっていう感じですかね。でジュニアエグザイルはランページになることもあるし、ラウディ将軍になることもあるしみたいな、この鏡面の境みたいな、なんかこうなんて言うんでしょうね、まあそこがカオスって感じですよね。どっちとも言えるみたいな、どっちでもないんだけどどっちとも言えるみたいな、こういうなんかこう曖昧な存在として出てくるみたいな、そういうことをねおっしゃっていたような気がします。ということでね、まあこれさえ把握していれば、まあなんとなく、今回のライブ楽しめるよっていう感じだと思います。まあそれよりも大事なのが、うん、正直それよりも大事なのが、僕らにとって大事なのが次ですよね。はい、情報解禁されました。はい、まあ、今回のねバトルオブ東京ジュニアエグザイル VS ネオエグザイルで公開される新曲たちということでね、まあ、バトル楽曲と言った方がいいでしょうか。このね楽曲たちの楽曲の配信日とミュージックビデオの公開日っていうものがですね明かされました。もうこれですよね、僕らファンはこっち正直こっちって感じなんですけれども、来月7月の9日からですね、順次ですね毎週、楽曲の配信とミュージックビデオの公開があるということで、これはたまったもんじゃないですよ。毎週来るんですから、私大忙しでございます。毎週楽曲のリアクション撮って、ミュージックビデオの初見リアクション撮ってみたいな、そんな感じになるんだというふうに思います。火曜日と水曜日ですね、ここをね皆さんねお忘れなきよということで、公開スケジュールが出ております。こちらでございますね、ボンと出ておりますけれども、いやーたまんないね。まずですね7月の9日にですね、サイキックフィーバー VS ウルフハウルハーモニーのインヤンというですね楽曲が、配信開始になりまして、その翌日7月の10日にミュージックビデオが出るよということになっております。そしてその翌週ですね7月の16日の火曜日に、バリスティックボーイズ VS リルリーグのですね I See Fire の楽曲の配信が開始になって、7月17日翌日ですねミュージックビデオ公開ということになります。忙しい。でですねもうその翌週ですよ、ファンタスティックス VS キッドフェノメロンのターコイズサン&ピンクパープルムーン、こちらの楽曲がですね7月23日に、楽曲配信になって、ミュージックビデオが次のね、翌日ですね7月24日に配信されるということになります。でラストですね、その翌週ですよ、もう忙しい、ザランページ VS ザ・ジェットボーイ・バンガーズグッデスト・バッデストがですね、7月30日に楽曲配信あって、ミュージックビデオが7月31日と、もうこの怒涛のねやっぱあのこう毎週ということになりますので、皆さんもね忙しいと思いますし、私も忙しいと思いますけれども、楽しんでいきましょうよということでね。でこれだけじゃないんですよ、これだけじゃないんです。はい皆さん、こちらドーンということでですねね、バトルオブ東京鑑賞会ということで、過去のライブ3つ全部 YouTube で期間限定で無料公開されます。やっばやっば。はい、もう明日からですね6月28日のね夜8時からですね、エンターザジュニアエグザイルに始まり、タイムフォージュニアエグザイル、コードオブジュニアエグザイルと、続いていきますので、まあ、皆さんですね、この期間7月の期間でですね、過去のバトルオブ東京をおさらいして、まあ、過去のミュージックビデオも全部そうですよ、おさらいをして、で、最新作もね全部見て、8月のバトルオブ東京のライブに備えましょうというのがですね、この7月の月間になっております。はい、バトルオブ東京月間になっておりますので、皆さん一緒にね
楽しんでいきましょうよということで、僕もね、まあ過去のミュージックビデオだったりとかをね、リアクションしてもいいのかななんていうふうにも思っておりますので、皆さんね、一緒に、楽しんでいきましょうよということになっておりますので、いや忙しいね、でも嬉しいよこの忙しさ、うん、この忙しさ嬉しいでございます。本当に楽しみでワクワクしております。いやー、まあ、過去のねライブ全部見れるっていうのも嬉しいですし、まあ、最新のねやつもあるということなんで、いやー7月皆さんで盛り上がっていきましょう。 LDH 盛り上げていきましょう。バトル部東京盛り上げていきましょう。そしてね、まだねエンドモアということなので、まあね、そうですよ、ソロバトルとかいろいろありますので、そういう楽曲だったりとかミュージックビデオだったりとか考えられるんじゃないかななんていうふうに思っておりますので、いろいろワクワクして楽しんでいきましょう。はい、というわけで今回はですね、バトルオブ東京ジュニアエグザイル VS ネオエグザイルの最新情報についてお話をさせていただきました。いやまあね、皆さんとにかくまあ生配信アーカイブ見てください。そこでね詳しくお話しされておりますので、ぜひともねチェックお願いいたします。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。でまた次の動画でバイバイ。